ーサルスのフィーリングタイムで最後までごゆっくりお楽しみください。現在ここ名古屋港水族館では2頭のゴマフアザラシを飼育しています。それではそのアザラシ2頭、名前を紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのは、右手側で今前足を振って皆様にご挨拶しているアザラシ。こちらのゴマフアザラシの名前をアダシと言います。アダシは現在9歳のオスのアザラシです。さあ、そしてその左側にいるアザラシ、最後に一瞬上がってきてくれたんですが、すぐにプールに戻っていってしまいましたね。あちらのアザラシの名前をナノハと言います。ナノハは現在10歳になったメスのアザラシです。今回はこの2頭のアザラシでフィーリングタイムを行っていきたいと思います。さあ、それではまずはじめにこのゴマフアザラシという生き物について簡単に皆様に説明していきます。このゴマフアザラシという生き物は、大人になると体長160センチ前後、体重も100キロ前後になるとても大きな生き物です。そしてこちらのアザラシ、北海道より北のとても冷たい海に生息しています。なので体にはたくさんの脂肪が蓄えられているんですね。その脂肪が人間でいうボートのような役割をすることで、あの人でも人間が無事に生きていきます。見てもらえば、嵐が体についている脂肪を前足で叩いて見せてくれていました。すごい音が鳴っていますね。さらにこのアザラシの寒さ対策は脂肪だけではありません。実はアザラシの体にはたくさんの毛が全身を毛で覆われているんですね。アザラシ、一見すると体がつるっとしていて毛がないように見えるんですが、トレーナーが撫でてみると毛が少しだけ逆立っていることがお分かりいただけると思います。そしてここ名古屋港水族館のこの2頭のアザラシたちは最近毛が全て生え変わりました。この時期を散歩といって、全身の毛が生え変わる時期です。なので今のこのアザラシとナノハ、一番綺麗な状態なんですね。なので皆さんぜひ写真にいっぱい収めてあげてください。さあ、そして今アザラシがトレーナーと前足を使ってマッチをしていましたが、この前足をご覧ください。ヒレのような形をしていますよね。このようなことからアザラシはヒレ足類、または飛脚類とも呼ばれています。そしてこの飛脚類の仲間にはセイウチやアシカといった動物も含まれています。そしてこの前足なんですが、とっても器用に使うことができます。この前足を使い何かを掴んだり、さらにはこの前足を使って名古屋港水族館ではある芸をすることができるんです。さあ、それではその芸を見せてもらいましょう。さあ、前足を使って困ったな。さあ、頭を抱えて困っているように見えますね。これが、あの、低い音、はい、反対側でも困ったな。しっかりと困ったものポーズ決めてくれました。さあ、一旦これ返してしまいましたね。さあ、そしてその困ったなが決まった後に、トレーナーからご褒美として餌をもらっていましたね。この餌、一体何を食べているのかというと、ここ名古屋港水族館では3種類の魚を与えています。ニシン、ホッケ、イカナの3種類の魚を与えているんですが、野生下では魚を丸飲みにしてしまいますが、名古屋港水族館では細かく刻んで与えています。ではなぜ細かく刻むのかというと、実は細かく刻むことでアザラシたちをたくさん褒めてあげることができるんですね。さあ、そしてこの今アザラシが口を開けてくれていますが、皆さん見えますでしょうか。鋭い牙が見えると思います。この牙も決して餌を食べるときには使わず、餌を捕まえるときだけ使うんですね。餌を捕まえたときにこの餌が逃げないように、小さいとこの尖った牙で捕まえるというわけなんです。さあ、それではですね、そんな前足と後ろ足も使った技も少し見せてもらいます。
ましょう。さあ、それでは小林と小林の近くの嵐に見せてもらいましょう。きちっとトレーナーが両手を広げると嵐、前足と後ろ足をピンと伸ばしてくれていました。このポーズの名前を飛行機と言います。さあ、飛行機のように飛んでいるようですね。さあ、そしてこのポーズなんですが、決して嵐にかっこいいでしょと皆様に見せつけるためだけに覚えたわけではないんです。実はこのポーズ、体重を測ることに使われています。体重を測るときに体重計の上に乗り、そしてあの飛行機のポーズを取ることで体が全て空中に浮き、正確な数値を測ることができるんです。このようにトレーナーが出す合図には全て意味があるのですね。このポーズを見せてくれましたね。さあ、そして先ほどから嵐、少しゆっくりとした動きが多いですが、嵐に新しい最速の動きを見せてもらいましょう。先ほども少しやっていましたが、最速の動き、よいしょ、さあ、もう一丁、はい、これが最速です。陸上での最速の動きです。アザラシたちは水中での動きはとても速いですが、陸上ではご覧いただいているようにイモムシのようにのすとのすと動くのが限界なんですね。そしてこのゴーガルトが一番速い移動というか動きなんですね。さあ、それではですね、そろそろアザラシたち様々なものを見せてくれたところでゲームを尽きてきてしまいましたので、そろそろ隣のケープペンギンの餌やりへと移っていきたいと思います。ケープペンギンの餌やりは小屋から出まして、外に作られた通路で餌を与えていきます。ですので、お客様は通路の両サイドに分かれてお待ちください。通路の両側でお待ちください。デッキの上のプラントを仕切らせてもらいます。ペンギンたち小屋から出まして、通路奥の方まで移動しながら餌を食べます。ですので、通路両サイド広く分かれてお待ちください。そしてお客様にお願いがあります。ペンギンたちとっても近くまでやってきますが、決して手や顔など出さないようにお願いします。はい、ペンギンの小屋の前はペンギンたちの通路になるため一時封鎖させていただきます。ご協力ありがとうございます。さあ、それではこちらの通路もつなげさせていただきますね。はい、再度皆様にお願いがあります。この柵、飼育員の手作りとなっております。ですので、あまり頑丈ではありません。なので、手や体重などかけてしまうと壊れてしまいますので、手や体重などかけないようにお願いします。そして、ペンギンたち近くに来ても決して触ろうとせず、しっかりと見てあげてください。噛まれてしまうと血など出てしまいますので、ご協力お願いいたします。さあ、それでは飼育員がペンギンの小屋の扉を開けて、はい、ペンギンたち出てきてくれました。さあ、外が少し暑いので大丈夫かな。はい、そんなももともせず勢いよく出てきてくれました。はい、よしよしとしっかりと歩いていってくれていますね。さあ、こちらのペンギンなんですが、名前をケープペンギンと言います。皆様、ペンギンというと寒いところに住んでいるというイメージのお客様多いと思います。しかし、こちらのケープペンギンは南アフリカという暖かい地方に住んでいるペンギンです。なので、このような日本の暖かい地方でもしっかりと生活していけるというわけなんですね。手は出さないようにお願いしますね。お子様、お連れのお客様、しっかりとお子様の手も見てあげてください。さあ、そしてこちらのケープペンギン、現在名古屋港水族館では22羽飼育しています。そのうち1羽がヒナなんですが、皆様ヒナ見つけられましたでしょうか。ヒナは
のケープペンギンと比べて少し見た目が違います。さあどこにいるかお分かりいただけましたか。さあ何か指さしてくれていますが、そうです、今中央あたりにいる少し黒っぽい子ですね。あの子が今年生まれたばかりのヒナです。ですのでまだ餌を飼育員からもらうことはできず、さあどこに行こうかと悩んでいるようですね。さあよちよちとみんなについていっていますね。さあそしてこちらのケープペンギンなんですが、暖かい地方に住んではいるんですが、体の中に熱がこもってしまうとペンギンたちは体調を崩してしまいます。なのでケープペンギンたちは体の熱をうまく逃がす機能を持っています。その機能どこにあるのかというと、皆様ペンギンが目の前に来た際に目の上をご覧ください。ピンク色をしているのがお分かりいただけると思います。このピンク色の部分よく見ていただくと毛が生えて羽が生えていないことがお分かりいただけると思います。この部分は皮膚が引き出しとなっているため、この部分から熱を逃がすことでケープペンギンは暖かい地方でも生活していけるというわけなんですね。さあそして先ほどから飼育員たちから勢いよく餌をもらっていますが、一体何を食べているのかというと、ここ名古屋港水族館では小さなアジ、そしてイカナゴという細長い魚を与えています。さあそしてこの餌を食べるとき、餌の向きに注目してみてください。イカナゴなど細長い魚は尾の方からでも食べてしまうんですが、アジなどそういったちょっとトゲトゲした魚などは絶対に頭の方から食べていることがお分かりいただけると思います。このようにペンギンたちは本能的に尻尾の方から食べると喉に突っかえてしまうということが分かっているんですね。なのでしっかりと頭の方に加え直してペンギンたちは飲み込んでいるというわけなんです。さあ切れ端を持って奪い合っていますね。皆さんペンギンたち近くで餌の奪い合いをしていると魚の破片が飛んでくることがありますので十分ご注意ください。さあそして飼育員から餌をもらった後に飼育員が何やら番号を叫んでいることにお気づきでしょうか。実はここ名古屋港水族館では22羽のペンギン全てに番号が振られています。その番号を飼育員は一瞬で見分けることでどのペンギンがどれだけ食べたかをしっかりと把握しているんですね。なのでどのペンギンが少ないか多いかなどしっかりと把握することで均等に餌を分け与えることができるんです。ではその番号一体どこで見分けているのかというと、皆様ペンギンの翼の付け根ご覧ください。何やら輪っかのようなものがついていますよね。この輪っかがその番号を表しているんです。この輪っかについている色のタグですね、色のタグを見ることで飼育員は瞬時に番号を組み分けているんです。この番これがペンギンたちの名札の代わりというわけですね。16。そしてペンギンたち1日に体の10分の1の量を食べると言われています。なので人間で例えてみると体重60キロの男性がご飯を1日に6キロ食べるということになります。なのでペンギンたちかなり大食感だということがお分かりいただけると思います。さあそんな大食感のペンギンたち、まだまだ餌をフィーディングの方に詰め寄っていますので、まだまだこの後もフィーディングタイム続きますが、そろそろ私の時間を終了とさせていただきたいと思います。最後までお聞きいただき誠にありがとうございました。この後もペンギンたちのフィーディングタイムお楽しみください。それではですね、通路を後ろ開放させていただきますので、館内にお戻りのお客様、こちらをご利用ください。